角刈りデトクラブです。カホーのヒロコです。そして自分は三代目ジェイソウルヒロシです。よろしくどうぞ。
手で踏んでくれ。坂間でシャバダバブルースレイヤー、今夜は二人かっかりデッドクラブでお送りします。かわいい、かわいさ、かわいさ担当ヒロコ、暑苦しさ担当長谷川直樹、判決を出した姉ちゃんたちが今数えただけでも7人は通り過ぎた。とりあえずパンツの色は確認してみたものの、それくらいしか興味をそそるものがない自分に気づき、朝へなったら強い日差し、顔をしかめ道端に座り込んで通りを眺めてた。ヘケついたアスファルトに空のペットボトル、風に吹かれて歩道の脇のチャリンコの足元に、とてもブルースコントロールできない出来事、とても幸せだったひとと、追いかけて子供はもうどこかへ消えた。
完全に覚えたね。彼女の名前完全に覚えた、ね。サンダーかっこいい。片側にはね、毎回ひろあのひろしっていうね、ね、あの3代目、3代目、襲名しておめでとうございます、襲名、ね、今日は何代目まで現れるか知らないけど、3代目の役割をまあ果たそうかなと思ってます、3代目いるんだよ、本当だ、あかんねん、普段やってねえからあかんねん、エルトピードね、そろそろエルトピードも名前変えたらそうかな。ね、ね、どんどん変わってる。更新していかないと。古いものにすがってちゃダメ。エルトピート、かっこいい。まあでも急激に人が名前変わるとね、どんどん。ひろこピート。あ、それもいいかもね。ひろこピートでじゃあ明日から。イエー！あっという間に決定しました。ひろこピートです。やっぱり店長はヒロコだよね。村上さん亡き後の方が反映するんじゃないかっていう噂もあるけども、これからもヒロコピートよろしくお願いします。慢性的にブルー、この国の置かれた状況は決して笑えるものじゃないや。政治の話は喧嘩になるから、今夜はやめにしておこうか。平和や人権がミサイルという活字が繰り返し現れてはけい、今日も明日も
さ不安材料を取り除いて幸せな暮らしを夢見てる白昼夢のように時折の海をかすめる時っていうかね、ヒロコが歌いますよ。ド S 女に罵られたくはないかい。ド M 男たち集まってこい。ド M 男たち。ヒロコピート。ヒロコピート。じゃあ、アタリさん、ハープお願いします。ド M を代表して、ハープを吹いてもらいます。カップしてそれです。これですね。じゃあ行っちゃいましょうか。マイクがね、それ使って、これ、ドMいないの？ドM集合でドM、それだけだよ。あとはみんなドSなんだ。じゃあ、しょうがない。罵られたやつはいないのかな。いいんですか。一生に一度ぐらいは、ほら、一生に一度ぐらいはね、罵られたいでしょ。すいません。こっちに謝る。俺には謝らないけど、こっちに謝る。ありがとうございます。じゃあ行こうか、ドエスと油塩っていう歌聞いてください。Thank you.
空の旅人になってます。長谷川直樹今時空の旅人になってます。Bye.
終わりかな。本当ありがとうございました。あだりさんが謝れ。あの、3代目はお譲りします。ダメ。